昭和ってそれがすごく好まれたんですよ。女は家にいろ、男は外で仕事をしろみたいな。不倫解決のことは笑うこと。こんにちは、不倫解決カウンセラーの川村です。はい、今日もですね、不倫をされている奥様旦那様向けにどうやったら夫婦円満家族円満になれるかということを中心にお伝えしております。今日ですね、私の YouTube の、コミュニティ、この私の YouTube っていうのは、まあ、3年間で460本70本ぐらい作ってるのかな。もうね、460本70本も、不倫に対するね、不倫解決のこと、不倫をしてる人ってのはこういう神経なんだよと、こういう心理があるんだよということをコツ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 私も3年間、不倫を解決するための動画をね、量産してきたわけですけども、まあさすがにね、さすがにちょっとネタがね、どうしようかな、なんかいいのネタないかなみたいに考えることもたくさんあるわけなんですね。まあでも実際皆さんが私のこの400何本の、YouTube の動画をね、全部見てくださる方って多分ごくごくそう少数だと思うんですよ。で、時々ね、その YouTube の中で YouTube コミュニティっていうのがあるんですね。その YouTube コミュニティで、私がね、時々、これは男性陣、不倫をしてる男性の方はどうやって思う、どう思うんだろうかとか、あと、不倫をしてる女性もどう思ってるんだろうかとか、不倫をされてる女性はどう思うんだろうかとか、いうことを時々ね、質問させていただくことがあるんですけども、今日男性の心理について、質問させていただいたものを、今日はね、それに沿って動画を作っていきたいと思います。男性陣の意見ですから、その男性陣の中には、まあ、不倫をしている男性もいれば、今からしたい男性もいるだろうし、まあ、いろんな男性のご意見があると思うんですけども、特にね、今日の動画というものは、不倫をされている奥さんたち、妻さんたちですね、というものは、男というものはどんな生き物なんだよということを、まあ、ご理解いただくことで、まあ、いい意味でね、諦めていただける内容じゃないかなと思いますので、特にサレ妻さんたちは今日の動画を最後までご覧ください。はい、ということで、いくつかありますので、まず1つ目ですね。1つ目はちょうど11ヶ月前の私が質問した投稿なんですけども、クリスマスはいつ不倫相手と会いますか、こちらですね、会いますかっていうことに対して、クリスマスイブ、クリスマス当日、クリスマス後、どの日に、不倫女性と会いますかという、ご質問に対してですね、クリスマスイブが 43%、そしてクリスマス当日が 18%、クリスマス後、だからクリスマスの終わった後ですね、会うのが 39% という結果だったんですね。で、こちらの、まあ、クリスマスイブに会うっていうのは、多分これおそらくですけども、私のね、今まで不倫解決の相談をずっと10年間7000件以上受けてきたわけなんですけども、イブに会う方っていうのは、大体まあ、不倫期間が3年未満の方が、クリスマスイブに会ってる傾向にあります。はい。で、もしくは、初めて不倫関係になって、初めて、クリスマスに、クリスマスを迎えるっていう方は、43% のこのイブに会うっていう方が一番多かったように思います。はい、次はですね、40歳以上の男性に質問です。奥さんの下着はどれが好きですかということでご質問させていただいたわけなんですけども、こちらはですね、セクシーな下着が 73%。うん。ユニクロな下着ですね。ユニクロの下着が 14%。スポーツ系の下着が 14% でした。ということは、やっぱり、妻に求めるその下着、やっぱセクシーな下着が好きだということなんですね。で、まあ、私たち、まあ、妻側からすれば、まあ、結婚してね、もう4年も5年ももう10年も経ったら、セクシーな下着を着たって旦那さんたちは全く喜んでくれないんじゃないかと思いがちなんですが、実は実は、やっぱり男性陣というものは、こう、目で見ていやらしい気持ちになるっていうことが多かったりしますから、やっぱこうセクシーな下着を履く、つける、着用するということを私たちはね、努力しないといけないと思うんですよ。で、もちろん、セクシーな下着を着るためには、なるべく私たちも、そのお尻をね、プリント上げるとか、セクシーな下着が似合うような、そういう下半身になることっていうのも大事かな、私たち妻がね、大事かなと思います。
次のご質問がですね、ゴールデンウィークは不倫女性と会いますかというご質問をさせていただいたわけですね。ゴールデンウィークの半分は会うっていうのが 21%、 そして、家族優先にするっていうのが 34%、 そしてどちらでもないっていうのが 45% ということだったんですね。でこの多分どちらでもないというのは、まあ、ゴールデンウィークに限らず、女性と会うとか会わないとかいうのは、その時のタイミングで決めるということだと思うんですよ。まあ、でも、半分は会うっていうのは 21% いるってちょっとね辛いですね、私たち家族からしたらですね。まあ、家族優先にするっていうのが 34% もいらっしゃるというのでちょっと私も安心しました。はい、次ですね。次は、性病の経験があれば教えてくださいっていう私が質問させていただいたわけなんですけども、まあ皆さんね、本当にこういう質問ね、もうなんか苦しいじゃないですか、答えるの。いや俺はね、この前クラミシアとね、性器ヘルペスと、ケジラミ、ケジラミまでね、ちょっとついてしまったねとかいうの、堂々と言わないと思うんですよね。でも、まあこういう、ネット上のアンケートを取らせてもらうと、結構ね、たくさん答えてくださったんですよ。クラミシア、淋病、梅毒、トリコモナス、性器ヘルペス、どれが一番多かったかというと、クラミジアが多かった。クラミジアが 56%、こちらですね、淋病が 16%、そして、梅毒が 6%、で、梅毒は今、本当に増えてますから、不特定多数とね、そういう出会い系とか、パパ活の女子とかね、という、そういうこと、性行為を行っている方は、本当に梅毒は注意して、検査を行ってください。はい、そういう、女性遊びをやっている方っていうのは、泌尿器の病院とね、仲良くなっておくといいかなと思います。はい、で次はトリコモナスが 8% で、性器ヘルペスが 14% だと、まあ、圧倒的にクラミジアが多いですよね。喉の粘膜とかにもついてね、ついてしまうのでね。でちなみにクラミジアっていうのが不妊症の、原因になったりとかしますとか、これも本当にご注意ください。はい、はい、次5番目ですね。女性の性的魅力はどこに感じますかというご質問させていただいたわけなんですけども、これに関してはですね、1番が群れの大きさ、これがね 41%。 やっぱりね、男性陣っていうのはね、別の動画でね、こちらにありますけど、貧乳の好きな人って、侵入好きの男性の心理みたいなことで語らせていただいてるわけなんですけども、こちらではね、まあ、侵入は俺は好きなんだ、もう大好きなんだっていうコメントがたくさんあったわけですけど、まあ言うても 41% 胸の大きさを性的魅力感じるということは、やっぱりおっぱい成人が多いんだと私は思いました。うん、まあね、生まれてね、すぐにやっぱりお母さんのおっぱいをもって吸って大きくなったわけですよ。だからおっぱいというものは一番最初に味をした、ちょっと甘いね、私もちょっと昔は何ていうことあるんですよ、どんな味するのかなと。本当甘かったんですよね、なんか練乳のような味なんですよね。だからその自分の、子供の時にね、なんか美味しいものを与えてくれた、それが自分が一番欲しかったものがおっぱいだったわけですよ、私女性も男性も。だからやっぱりおっぱい成人っていうのは男性は多いんじゃないかなというのがこの 41% ですね。次、胸の形ですね。形が 13% ということは、形ってあんまり関係ないのかもしれません。うん、まあ形がいいことに越したことはないと思うんですよ。うんうん。で次、うなじが 9% で、足首が 7%、 そしてウエストラインが 30% ということは、やっぱりこれ胸の大きさであったりとか、ウエストラインの見た目ですよね、女性らしいこのラインっていうのが、男性陣はね、女性に性的魅力を感じるということみたいですね。うん、だからウエストラインね、この40過ぎたらね、どん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 なんかこう、ウエストってどこみたいな感じになってくるので、そこは皆さんね、ご注意くださったらいいかなと思います。はい、次、6番目ですね。6番目は、妻や女性を満足させてあげてるかなという質問なんですね。どのくらい満足させてる自信がありますかという質問させていただいたわけですけども、これね、私たちね、妻側、女性側も、やっぱりこの旦那さんとか男の人だけがね、なんか下手くそとか言うんじゃなくて、私たちもね、下半身の筋肉を鍛えて、私たちが飛び魚のようになって飛び跳ねるような、
うん、そんな、やっぱりこの性行為も必要なのかなっていうのを感じました。でこれはね、いつも満足させている自信があるという方が 22%、 そして8割は満足させている自信があるという方が 34%、 そして満足させている自信がない方が 44% もいらっしゃるんですよ。満足させている自信がないから奥さんとセックスをしないで外で、満足させている女の子が満足したような顔をしてるんだったら、これねしたような顔をしてるんだったらちょっと自信を取り戻すのかもしれません。だからね、こういうデータを見て私たち妻も、あの旦那さんたちっていうのはね、なんか私たち妻がね、こうなんか早く終わってよ、もうまだ終わらないのみたいな、そういう夫婦の営みっていうのはすごく傷つくものなんじゃないかなと思います。はい、気をつけましょう。はい、次は、自分の妻にするならどんな妻がいいです、どんな女性がいいですかというご質問させていただいたわけなんですけども、これに関しては、1番目、育ちが良くて気立てがいいけども仕事をしない女性、いわゆる、お嬢様育ちで家にいることが大好きな女性ということですね。これが 34%、うん、で次にキャバやラウンジで働いていてノリノリな女性ね、なんか、外に出るとしたらドアをガシャンみたいなね開けるよみたいなね、なんか家に帰ってきたらお帰りなさいって言って、あなた今日はどうだったとか言って背広脱がすみたいな、そういう、まあ、キャバやラウンジとかで働いてるノリがいい女性が 17%、 そして仕事が大好きだけど家事が苦手な女性、なんとこれが 49% もいたんですよ。ということは、まあこれまだ多分時代の背景もあると思うんですけども、あのやっぱりこの、まあこの不景気な世の中、この未来が不安な世の中になって、やっぱりこう仕事もやってもらいたい、自分だけの稼ぎじゃなくて、まあ厚生年金とかいろんなもの上がってきてますからね、そういうものをまあ2人で支えていける、そんな家庭を築きたい。でも家事が苦手だとしても家の中が綺麗になったりとか、ご飯がいつも何品もある昭和って、それがすごく好まれたんですよ。女は家にいろ、男は外で仕事をしろみたいな、好まれたんだけど、この令和の世の中になったら、やっぱりその家でその掃除とか子育てよりは外に出て、一緒に稼いでもらいたいっていう男性が増えたんじゃないかなって思います。なのでまあパートでも何でもいいので、やっぱり家計のね支えになるような、家にいてまあね、その辺の妻たちとランチ行って旦那の悪口ばっかり言ってるような妻は絶対に不倫されますから、ご注意ください。はい、次8番目は、女性の下着は何色が好きということをちょっとまあお尋ねさせていただいたんですけども、これ3択でした。やっぱり白が 37%、 色気の黒だろみたいのが 34%、 そしてピンクはういういしいよっていうのが 29%。 なんかあんまりこう好みっていうのがなかったみたいで、やっぱりこの色はあんまり関係ないみたいですね。コメント欄の方にも、あの色とかじゃなくて下着の形、うん、形っていうことをおっしゃってました。うん、形だから下着のデザインですよね。ティーバッグよりも普通のパンツが好きって書いてますね。いわゆるローレグ、ローレグってなんだろうね、ローレグがいいそうです。うん、なのでまあ今日のね、今日はね全部で8つ、不倫をしてる男性、不倫をしたいなと思ってる男性、不倫は絶対ダメだよっていう男性に対しての、私のチャンネル登録者の方に対してこの8つの質問させていただいたら、男性の意見がこんな感じでしたよということです。なので私たちサレ妻さんとか、まあ幸せな方も全部含めて、やっぱり男性というものはこういう基準で私たち女性をまあ評価してるっていうとなんか変ですけども、あの見てるんじゃないかなっていうことを受け入れて、旦那さんとの関係をもっと良くしていってほしいなと思います。はい、ということで今日の動画がもし良かったなと思ったらグッドボタン、そして、これ以外にも、下着はねこういうのが好きだよとか、性的魅力は俺はな、指なんだよとか言う人もいるんですよ、たまにね。でそういうのがあればコメント欄に書き込んでみてくださいね。そして、また私のチャンネルが見たいなと思ったら、チャンネル登録と通知ボタンをポチッと押しといてくださいね。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。